今週も始まりました社長どうでしょう。ホストを務めさせていただきますのはシャナナ TV 局長の熊田明則です。30分間よろしくお付き合いください。今回は大阪府東大阪市にあるヘアガレージレオンオーナーの日高隆二代表をお招きしてお話を伺いたいと思います。日高代表は理美容業やバーの運営などを行っていらっしゃいます。今日はその日高代表に登場していただき、お仕事への思いやその人柄に触れていきたいと思います。それでは CM の後早速ご登場いただきます。社長どうでしょう。本日はヘアガレージレオンオーナーの日高隆二代表にお越しいただいております。日高代表どうぞ今日はよろしくお願いいたします。お願いします。まずは、はい、ヘアガレージレオンということなので、はいはい、こちら当然、お店ですよね。そうです ね、はい、こちら、どういったお店になるんでしょうか。はい、一応散髪屋さんで、はいはい、美容師の方です。はいはい、美容室ではなくて理容室ということになるんですね。そうですね、美容室の方です。なんか僕の印象では、はい、理容師さんの方が美容師さんよりこう結構、はい、なんていうんですかね、資格が厳格というか、はい、こうなんか顔剃りとかできちゃうじゃないですか、はい、だからその分なんかすごい難しい技術なんだっていうふうに認識があるんですけど、やっぱそういうもんなんですか。そうですね、やっぱり散髪屋さんの方が、ミリ単位で切っていくので、やっぱり職人かたぎというか、はい、美容師さんは1センチ単位で切っていくんですけども。そうなんですね、はい、そうですね、はい、じゃあ 何ミリ切りますっていうようなことも、ね、はい、要はもう感覚で分かっちゃうというか。そうですね、すごい、1ミリ2ミリ単位もしくはもうミクロン単位で、はい、削っていく感じですね。はい、そんなことできちゃうんですか。そうですね、はい、はー、これ結構技術として身につけるとかって大変だと思うんですけど、はい、ちょっとこの辺のお話も今日はとっくりと聞いていきたいと思うんですけども、はい、なんとこの、理容室に加えて、はい、今はバーもやられている。そうなんですよ、これちょっと面白いですよ ね、はい、バーの、散髪屋さんの一角をちょっと改造して、はい、バーを作らせていただきました。あ、はい、この2つをどういうふうに運営されているか今日はちょっと、はい、たくさんお話をお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。まずこの、理容師さんに、はい、なられて今この理容室のオーナーさんでいらっしゃるんですけれども、はい、なんかこう一番最初ってこれどういった勉強のこと仕方をされるんですか。そうですね、まず見習いで入った時は、はい、まず掃除から始めて、シャンプー、で顔剃りで、カットっていう順番で、はい、もういつ頃からこれはその漁師になろうとか目指された。そうですね、僕はもう中学卒業して、はい、高校に行かずに15歳から、はい、漁師さんを始めさせてもらってます。あ、はい、そんな早くから、はい、もうその業界に行きたいなっていうのはもう割とちっちゃい頃からあったんですね。そうですね、僕はもう中学卒業してその手に職つけなさいっていうのをもう親とか学校の先生に言われてたんで。なるほど、はい、で利用者の道の方を進みました。あ、なるほどです。はい、じゃあちょっとお勤めもしながら、はい、そこからこう資格を取るような。そうですね、通信教育の方で、はい、3年間行かせていただいて、はい、スクーリングに行ったり、はい、レポートを提出したりとかして、学校卒業して国家試験を受けました。はいはい、はい、その間もお勤めはこの、はい、要は現場で。そうですね、訓練というか、はい、修行をしながらという風な。そうですね、働きながら、学校に行って、うん、はい、あ、なるほどですね、はい、結構3年間も行かれるってことは、はい、やっぱりその知識量というかその実技技術の部分もさることながら、はい、やっぱり知らないといけないことっていうのが多いんですか。そうですね、知識の範囲としては結構幅が広いと思いますね。あ、はい、もうちょっとなんか言ったらね、はい、顔剃りなんて本当ちょっと医療行為に近いというか。そうですね、直接やっぱり皮膚に歯を当てるものなので、やっぱりそれはね、はい、
なんかよっぽどこう信用できる人じゃないとみたいな。そうですね、昔のやっぱり外国の話になると、やっぱり王様の側近じゃないとこう顔を剃れないとかね、首に歯を当てたりとかするんで、暗殺されちゃったりとかね、すると。ほんまですね。ということで、よっぽどこう責任が重大というか。そうですね、だってそんな人いないですもんね、王様の首に歯を当てる人間なんて。はい、はあ、はい、ということはそれだけやっぱり厳格な職業というところ。そうですね、厳格なお仕事やと思います。はい、なんかなんていうんですか、理髪店 の、 その表にこう、はい、こう回ってる回転灯というか、はい、赤と青のこう線が入ったこう、はい、ぐるぐるサインポールですね。はい、あれなんか動脈と静脈やみたいな話。そうですね、聞いたことがあるんですけど。そうなんですよ、昔、本当に昔の話ですけど、軽い外科行為もね、あ、お医者さんのちょっと軽い、まあ、手術じゃないですけど、やってた時期もあって。あ、はい、そうなんですね。はい、その静脈動脈で、まあまあ、包帯とか、はい、そういう感じの、記号を刺しちゃったんですよ。はい、そこにこう包帯とかをこう前で乾かしたっていうのがね、元々の始まりで。そうですね、なるほどですね。はい、やっぱり歴史のあることですもんね。はい、なるほどです。はい、じゃあ、まあ、そのお勉強をされて、はい、で、専門で、まあ、国家試験を取られる。そうですね、はい、で国家試験を取られてから、はい、すぐ起業というわけではなくて。そうですね、あちこちいろんな会社さんに勤めさせていただいて、その中でもいろんな店舗の方で あちこち移動したりして、うん、で最終的に独立したっていう形ですね。あ、なるほど。はい、結構そのあちこち移動っていうのは、はい、数たくさん行かれたんですか。そうですね、会社でいうと多分10社以上。 10社。はい、はい、そんなにですか。そうですね、地域も結構バラバラで。そうですね、関西はほとんど回りました。あ、奈良、はい、京都、三重、はい、大阪で兵庫、はい、ですね。じゃあもうこの辺、はい、2府4県全部ほぼ。そうですね、滋賀県が抜けてるぐらいですね。滋賀、和歌山とかは行ってないって感じですね。なるほどですね。はい、ご出身は。ご出身は奈良県です。あ、奈良県、はい、最初は奈良県スタートとかだったんですか。そうですね、やっぱり。はい、はい、でそれだけこういろんなお店を見て、はい、まあ、いろんな会社を見て回られたっていうのは何か特段意味があったんでしょうか。そうですね、もう10代の頃から、もう独立しようと、あ、起業しようと考えてたので。はい、でいろんな会社に行って、いろんな店舗に回って、もうそのいろんな会社、いろんな店舗のやり方とか、まあ、技術などを見て、吸収しようと。あ、はい、いう形ですね。なるほどです。はい、なんかこちらでは結構店長さんもいろいろやられたとかっていう。あ、そうですね、会社でいうと2つの会社で、1店舗ずつ店長さんやらせていただいて。はい、あ、はい、じゃあもうそういったお店のマネージメントの技術なんかも要は実地で。そうですね、はい、鍛えられてみたいな形なんですかね。そうですね、はい、スタッフとかのマネジメントとか、はい、教育とかですね。うん、あ、はい、そうか、スタッフ教育もそうですよね。そうですね、はい、なるほどです。はい、そして、いよいよ起業ということになるんでしょうか。はい、そうですね、29歳の時に独立しだして。ということは結構10年以上お勤めというか、はい、お勤めの方はそうですね、勉強をされながら。はい、あ、で29歳、はい、そうです、独立。これはなんか独立の、はい、なんかきっかけとかって。きっかけですか。はい、その勤めてた時に、いろんな不動産屋に回って、いろんな、空きテナントとか、はい、見に行かせていただきまして、でその時にもう絶対に奥さんについてきてもらってたんですよ。あ、もうご結婚はその時からされてたんですね。そうですね、はい、それで、まあ、いろんな店舗空きテナントを見に行ったんですけど、はい、奥様の許可はもう全然下りなくて。あ、なるほど、はい、そこの目利きは奥様が。そうです、実は今日お越しいただいてて、そちらの方にね、はい、お座りなんですけれども、はい、はいはい、奥様の目利きを結構。そうですね、信じて。あ、はい、で最後のテナントを見に行った時に奥様がもうゴーサイン出してくれて、はい、あ、はい、ここなら間違いないと。あ、なんかピンと来られたんですかね。みたいですね。あ、はい、そうですか、はい、じゃあ、タイミング的にもなんか大体。あ、そうですね、そのぐらいっていう感じだったんですか。僕的にはやっぱりもう独立するんだったら
20代、はい、早めにしたかったんで、その時はもう29歳ギリギリだったんですよ。でそういうのも、まあ、相まって、もう独立しようかなと。はい、もう気持ち的にもタイミング的にも奥様的にも、はい、もう全部三拍子揃って、そうですね、もうここだ、はい、みたいな感じで、そうですね、はい、でその、見つけられたお店の場所というのが、はい、今現在のヘアガレージレオンの、はい、開店された場所に、そうですね、こちらが、大阪府の東大阪っていうところなんですけれども、はいはい、なんか地域的にはここはゆかりとかあったんですか？いや、縁もゆかりもなくてですね、たまたま、まあ結婚してその東大阪に住んだんですけど、お住まいはもう東大阪の方にいらっしゃったというタイミングだったんですね。はい、ただ僕は仕事でその先ほども言った通りに奈良とか、兵庫とかあちこち行ってたんで、友達も誰も知り合いもいなくての独立だったんで、最初はやっぱちょっと厳しかったですね。ああ、はい、なるほど。じゃあ特に、まあ、住んではいたけれども、はい、そんなお友達がいたというよりはもう勤めに出るのに、そうです、もう基地として住んでらっしゃったっていう場所だったんですね。そうですね、はい、なるほどです、はい、ということは、まあ、そこから起業の準備をされるって、はい、なかなかこう大変だったと思うんですけれども、はい、結構どんなご苦労があったとか。そうですね、起業自体、お店出す自体は、はい、意外とトントン拍子でお店は出せたんですけど、はい、そこからやっぱり安定するまで3年間ぐらいはお客さんがなかなか、なるほど、安定してこうね、はい、つかなくて。なるほど、はい、その間にいろんな、まあ、バイトをしたりとか、夜勤に行ったりとかしてつなげてましたね。はい、なるほど、やっぱり最初はもうご苦労があったんですね。そうですね、はい、特に、まあ、最初の3年間というのね、はい、今おっしゃってたんですけれども、はい、やっぱりその、やっぱその最初の3年間というのは集客みたいな部分の取り組みがやっぱりメインになられたんですか？そうですね、集客がメインでしたね。うん、集客プラス、まあ、リピーターとか、はい、そういったところで苦労しましたね。なるほど、はい、やっぱり企業で一番大変な部分ってそのお客さんの確保というか、はい、そういった部分になってくる。そうですね、やっぱり集客、まあ、その辺が一番僕的にはしんどかったですね。あ、はい、なるほどですね。この時はどういうふうな、はい、取り組みをされて集客に結びつけられたんですか？そうですね、はい、初めはね、自分でチラシを作ったりして。あ、はい、ご自分でそういうの作られるんですか？そうですね、パソコンで作ったりしてコピーして、それを毎日自分の足で、配りに、地域のどこに、いろんなところに配りに行ってポスティングしに行ったりしたり、昼間ちょっと暇な時間があればハンティングしたりとかしてて、で来てくださるお客様に対しては、めちゃくちゃこうめちゃめちゃかっこよくしてやろうと。あ、もう来てくれたからにはかっこよくしてあげようと、もう満足度を上げていこうと。なるほど、はい、やっぱりお客さんの、はい、この言ったらここの部分が商品になっていきつつ、そうですよね、はい、プロモーションツールにもなっちゃう。そうですね、っていうことでもありますもんね、はい、そうですね、はい、やっぱ口コミって多分地域密着型っていうことになるかと思うんですけど、はい、やっぱりそういった口コミの力って大きいですか？そうですね、やっぱり本気で僕はかっこよくしてあげようと思って、かっこよくして、かっこよくなってしまったお客さんって、周りからもやっぱかっこいいって言われるし、その奥さん、そのね、奥さん方からかもかっこいいね、どこで来たのっていう感じで言われてっていう。なるほど、要は評判が評判を呼ぶみたいな。そうですね、はい、その奥さんの声とかも大きいですよね。そうです ね、やっぱり一番大きいかなと。あ、はい、やっぱり女性の決定権の、そうです、ね、強さというか、はい、ね、あんたもここ行きやって言って。あ、はい、そっか、奥さんがこうプッシュしてくださるっていう。そうですね、あ、はい、それ面白いですね。そうなんですよ、はい、口コミは口コミでも本人たち同士っていう部分ももちろんありますけども、はい、やっぱりそういうご主人のファッションというか、はい、そういうこうスタイリングとかって奥さんが見られてることが。そうですね、一番の要かなと思いますね。なるほどですね、はい、であと実はちょっとさっき、はい、お伺いしていた3年間の間はいろいろこうアルバイトなんかもしたんですよっていうことだったんですけど、これ、はい、ひょっとしてなんですけど、はい、その地域にこう知り合いというか、はい、そういう、こう人脈を増やすためっていう風な要素も実はあったんじゃないですか？そうなんですよ。ですよね、はい、きっと。そうなんですよ、ね、はい、戦略的にそういうのをやられる。そうですね、はい、どういったお仕事を？そうですね、ね、いろんなことをやったんですけど、一番
大きかったのはラーメン屋さんとコンビニの、はい、夜勤ですね。はー、はい、ラーメン屋さんは、はい、あのこれでやっぱりこう、はい、人脈が増えるというか。そうですね、僕が働いたラーメン屋さんはね、大学生のアルバイトの子とか高校生の子が多くて、あ、なるほど、そこにまたこの部活をしてる子が多くてね、あ、例えばそうなんですよ、サッカー部やったらサッカー部とかがこう集まってて、はい、でまたその仲良くなってバイトで、はい、そのまたバイトの子がサッカー部をみんな連れてきてくれて、ガサーっと、そうです、あ、はい、要は同じ言ったら同僚の子がまずはお店に来てくれる、はい、そうですね、はい、で、はい、さらに、はい、その友達が友達を呼んでっていう、もうザラーっとその、そうですね、部活のメンバー全員みたいな形で、はい、そうです、へー、はい、で当然、はい、あれですよね、あのバイトの同僚なんかもみんな来てくれる、もうそうですね、今でもバイト辞めて結構経つんですけど、うん、今でもつながってまだ来てくれたりともしてるんで、あー、はい、やっぱり縁ってすごいですね、はい、そうですね、はい、なるほどです。であとコンビニの方もやっぱり、そうですね、コンビニの方も年齢的にはね結構バラバラやったんですけど、今でも皆さん来てくれてますし、はい、でラーメン屋さんの方ではチラシをちょっと貼らせてくれ店長と、あ、そういうところもご協力、そうですね、お客さん被らないですもんね、そうなんですよ、店長もまあ事情を知ってたんで、どうぞどうぞ入り口に貼っとけという感じで貼らせていただいて、はい、それもまた宣伝になって、あ、大きいですね。そうですね、じゃあその、まあ、戦略的な、はい、要はサイドビジネスというかアルバイトの方でプロモーションになる、はい、まあ、実際にお客さんとしても来てくれる、はい、でそういう、まあ、もういいことづくめですね。そうですね、もう3秒揃ってよかったですね。あ、はい、なるほど、はい、じゃあ、まあ、そういった、まあ、ただ単に、はい、利用のお店のフライヤーを作って巻くだけじゃなくって、はい、実際に足で、そうですね、自分の足で、うん、行って、うん、お客さんもそこで作って、うん、ね、よかったです。でもこれすっごい大きなノウハウというか、はい、ものすごく大事なことですよね。そうですね、そのやっぱり自分でそのある程度の組織を作ったりお客さんを作るまでってやっぱりしんどいと思うんで、うん、ある程度出来上がった組織というかそういうところに自分から飛び込んでいくっていうのもありかなと思いましたね。なるほどですね、はい、言ったらこう、ね、見ず知らずの、はい、土地というか、はい、その友達もそんな学生時代の友達がいるわけでもない場所 で、はい、でも起業される方って割とそういうシーン多いでしょうからね。そうですね、うん、なるほどですね、ありがとうございます。そしてその何の、はい、友達もいなかった地域で、はい、そうやって一歩一歩始められたにもかかわらず、はい、もうなんかバーを、はい、言ったら一番コミュニケーションの最高ランクのそうです、ね、バーまで回転しちゃうところまでその地域で広げちゃったという、はい、ことなんですけども、そうですね、こちらバーを、はい、なんでこれは始めようと思われたんですか。そうですね、昔、バーをちょっと仕事をしてる時がありまして、その時にバーも少ししたいなっていうちょっと夢もありまして、はい、でまあゆくゆくその、まあ、メインは散髪屋さんでしたいなっていうところもあったんですけど、はい、でまあ自分もお酒飲むのも好きで、でも、まあ、ずっとやりたいなやりたいなっていうところがありまして、はい、でその店のがね、約20坪ぐらいあるんですけど、大きいんですね、はい、でちょっと遊ばしててもちょっともったいないなっていうところで、はいはい、入り口らへんほんまにちょっとしたスペースなんですけども、ちょっとバーのスペースを作ろうかということで。あ、なるほど、はい、そのお店の要はフォームファクターもあったわけですね。そうですね、はい、と昔のからずっとやりたいなっていう、そうですね、はい、これあれなんですか、1個の建物というか、はい、1個の敷地の中でこういう2つのものを営業するっていうのって、はい、難しいんですかやっぱり。そうですね、難しくもあり簡単でもあると思うんですけど、まあ、ノウハウというか、はい、そのやり方さえ知ってしまえば簡単にできると思います、はい、これはやっぱり飲食のなんていうんですかね、はい、免許というか、はい、そういったものも取らないといけないですね。飲食のね、はい、調理師免許はいらないんですけど、はい、飲食業としてのその保健所としての、
ですね、許可はいります。保健所の許可が、はい、そうなんですよ。これはあの、はい、割とスッと通るものなんですか。その僕もねその辺がちょっと分からなくて、はい、でずっともやもやした部分があってやりたいな、はい、やりたいなってあったけども、うん、そのどうしたらいいんだろうっていうもう分からない状態だったんで。ですよね、はい、でネットで見てもやっぱり都道府県とちょっと違うんですよね。あ微妙なところが、はい、だったんでもう思い切って保健所さんにその聞きに行こうと。あもう直接乗り込んでっちゃって、はい、そうですね、うん、はい、聞いてみようと。そうなんですよ。で、飲食の方の担当の方と DBO の方の担当の方と交えて、はい、打ち合わせをさせてもらったところを、最初ちょっとやっぱり難しいんかなっていうところもあったんですけども、これとこれとこれをクリアしてくれたら、はい、出してもいいよと。あ、それは、はい、どういったことなんですか。そうですね、やっぱりね、一つの建物一つの、テナントに、はい、その両方出すのはやっぱもともと厳しいんですけど、はい、仕切りを作ってもらったら出してもらってもいいよと。仕切りを作る。そうですね、一つの壁を作って、扉を作ってもらったら、あ OK と。なるほど、はい、要はもう分けてしまうわけですね。そうですね、一つのテナントの中でも一つの壁を作って仕切りをつけちゃうと。あー、はい、まあ、他にもそのキッチンであったりとかその難しいところはあるんですけども、はい、まあ、まずはその壁を作ろうということで、はい、DIY をして。あ、はい、ご自身で。そうです。え、すごい。そうなんですよ、奥様に設計をしていただいて、はい、お越しになっております。そうなんです、はい、1ヶ月でもうスピード勝負でやりました。はい、じゃあもうそれをご自身で、はい、要は壁を作るというか、はい、仕切りを作られて。そうなんですよ、はい、2x4 とか、はい、あのアクリル板なんかとか、はい、まあ、合板って言ってね、あのこんな板とかを用意して、はい、自分で、はい、一から作成しました。なるほどですね、はい、じゃあ開けてこう入ったら、はい、そのどっちにしますかみたいな感じなんですか。そうですね、まず入り口は、はい、入ったらすぐバーがあります。あ、先にバーが。そうです、バーカウンターがあって、もうここにお酒が並んでて、でここに壁があってですね、はい、でその壁を入って入り口を入っていくと、散髪のバーバーショップが。あ、はい、なんかいいですね、はい、なんか雰囲気としてはすごくいいです、はい、ねえ、はい、エントランスがこうバーとかそういうおしゃれな雰囲気で、はい、奥にメインの。そうなんです。はは、はい、なんか最近ね、はい、会社とかでも社内にバー作ったりするようなところもあったりするんで、はいはい、なんかそういうのをなんか意識されたのかなって一瞬。そうですね、僕もね、全然意識はしなかったんですけど、最近そういうのがね、流行ってるって先聞きまして、はい、なんかいいですよね、はい、ありがとうございます。バーがあって奥がね、はい、なるほどです。いやいや面白いですね、はい、これ2つを同時に運営されてるっていう、ね、そうですね、はい、いやいやお話は尽きないんですけども、はい、一旦ここで CM の方行かせていただきたいと思います、はい、こちらご覧ください。本日はヘアガレージレオンオーナーの日高隆二代表にお越ししていただいております。代表引き続きどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さてここからはお話の流れがちょっと変わるんですけれども、はい、まず一つ目として、はい、仕事の流儀課金ということで、はい、日高代表にとってのお仕事をされる上で大切なポイントっていうのがございましたら、それちょっと教えていただきたいなと、ね、思うんですけれども、やはりね、はい、ビジネスは僕もさっきおっしゃった通り泥臭くコツコツと、はい、が大事かなと思いますね。なるほど、はい、もう最初の行動すなわち、はい、アルバイトをされたり、はい、自分でフライヤーを作って巻かれたりとか、はい、そういったことなんですね。そうですね、一歩一歩泥臭くコツコツとやっていくべきなんじゃないかなと僕は思います。う、はい、そうですよね、最初からなんかカッコつけてなんか起業家だぜみたいな、はい、そうですね、うまくいかないですよ ね、 そうですね、やっぱりちゃんと、はい、地面からしっかりと一歩一歩っていうところですよ ね、 すね、はい、なるほどです、勉強になります、ありがとうございます。ありがとうございます。そして引き続きまして、はい、座右の銘ポンということで、はい、日高代表にとって大切にされている言葉、はい、座右の銘がございましたら教えていただきたいんですけれども、はい、面白きこともなきよう面白く。
面白きこともなきようを面白く、はい、これちょっとあの僕噛んじゃいそうになったんですけど、僕も噛みそうになっちゃった。これどういうことなんですか。そうですね、僕的にはやっぱりその、まあ、いろんな解釈もあると思うんですけど、はい、僕的にはそのそうですね、自分の見る視点によっては面白いこともあるし、うん、面白くないこともあると思うんですよ、はいはい、だから僕はその世の中をずっと面白く感じていきたいなと。あ、はい、その物の見方ということなんですか。そうですね、はい、物の見方一つで面白くも感じれるし、面白くなくも感じれると思うんですよ、はい、あ、だから僕はちっちゃなことでも全てのことに対しても面白く考えたいなと。はい、そういうことなんですね。そうですね、楽しんでいきたいなっていう気持ちですね。あ、なるほど。いや、はい、それ素晴らしいです。いや、すごいですね。一瞬ね、はい、なんかあの面白くないから面白くしようみたいな意味なのかなと思ったんですけど、捉え方っていうのが衝撃ですね。そうですね、はい、と思います、はい、なるほどですよ、はい、これすごいちょっと僕感動しました。ありがとうございます。あ、なるほどです、はい、いや、こちらこそありがとうございます。いえいえ。そして、はい、最後の最後になってしまったんですけれども、はい、あの、この番組これから起業しようとか、はい、それから起業して間もない方とか、はい、それからこれから世の中に出て、はい、お勤めされようっていう方たくさん見てらっしゃいますので、はい、そういった方たちに向けて、はい、何かこう背中を押す、はい、一言メッセージをこちらのカメラに向かって、はい、お願いできませんでしょうか。はい、そうですね、迷った時とかね、怖い時、ビビった時なんかはね、怖ければ怖いほどそこにね逆に飛び込んでてください。意外とね、怖いとこに飛び込んだ方が成功します。だから皆さんね、怖がらずにね、どんどん飛び込んでてください。はい、僕は今はねそうやって、怖い方に行ってきました。はい、皆さんもねどん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 怖がらずにチャレンジしてください。はい、ありがとうございます。でもそうですよね、実際僕もね、はい、あの会社実際やってて、はい、なんかちょっと危なっかしいなって思う、はい、ちょっと怖いなって思うところを引いた方が、はいはい、なんか結局正解だったりすることって意外と多いですよね。そうですね、はい、うん、で最後まで悩んでるってことはね、はい、そんななんかある程度リスクもね、はい、軽減されてるのかなと思うの で、 そうです、ね、思い切ってということで、そうですね、まあ、怖い方に飛び込んだ方が意外と成功しちゃうのかなっていう、はい、なるほどですね、はい、そういう意味を込めてですね、はい、いやいやいや、今日はでも面白い話いろいろとお聞かせいただいてありがとうございました。ありがとうございます。本日はヘアガレージレオンオーナーの日高隆二代表にお越しいただきました。代表、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。